横掛かりのイラスト横掛かりは、柔道の投げ技で横捨て身技の一つである。行動館や国際柔道連盟での正式名、アイフ略号愛が、足払いで足を払うと同時に、自分も横に倒れ込んで投げる技。小外系の技で、相手の足を狩るか、足をかけた状態から足を払って連絡するか、足払い系の技から直接連絡すると投げやすい。その名の通り、足をかけるのだが、 写真基盤足払いのため、沈り込み足と同じような足の使い方になる。この技は両者とも肩がつくと試合では、効果がわかりづらい場合があるので、最後まで手は引き続けるのが肝心である。掛け方のコツとしては、鳥の体を一本の棒のようにして、思い切りが大切のようだ。しかし難易度が高いため、試合では滅多に見られない。そのため、横打ち同様、珍しい技で、 投げ方も似ていることや、小外掛かりや、大外落ち等の表現からか、逆に覚えている人も少なくない。相手の足首に自分の足首をかけて、体を横に開きながら倒れ込んで投げると、浮き技になり、スライディングして自分の膝に相手の足首に引っ掛けて倒すように投げると、横落ちになる。膝裏横捨て身は、相手の膝裏に足の甲を当てながらの横捨て身技。 右足の甲を相手の左膝裏に当て、左足を相手の前に踏み込み、倒れ込みながら、相手の襟などを持った右手を利かせ、相手を右に巻き込んで投げる。元は三歩の技。別名裏膝横捨てみ、膝裏捨てみ。ありがとうございます。